ルファンタスクはフランス海軍の大型駆逐艦。ルファンタスク級のネームシップ。艦名は幻想的な空想といったいこの名を受け継いだ艦としては6代目にあたる。ルファンタスクはロリアンのロリアン海軍交渉で1931年11月15日に寄港、気候1934年3月15日、浸水し1935年3月10日に、 収益した。1936年5月1日、ルファンタスクは、姉妹カンル・テリブルとローダ州と共に、第10系部隊を編成し、ブレストを拠点とする第2系戦隊に配属された。その後他の駆逐艦で構成された系部隊と同様に、1937年4月12日に、ルファンタスクら第10、K、部隊はブレストを母校とする第10駆逐隊に改編された。 大西洋で演習を行うルーファンタスク。1939年6月。1939年9月に第二次世界大戦が勃発し、ルーファンタスクら第10駆逐隊は、戦艦ダンケルク、ストラスブールら海軍で特に近代的と考えられた。艦艇と共に襲撃部隊を構成した。第10駆逐隊は1940年1月まで。 ダカールを拠点に紹介活動を行ったが、これらは主にグラーフ・シュペイなどのドイツ海軍の通称破壊艦測策を目的としていた。1939年10月16日、ルファンタスクはダカールの 180km 南西海上でギニアからドイツへ逃れようとしていたドイツの商船ハーレを発見し沈めた。十月二十五日、ルペリブルと従順洋艦デプレクスと共に、 紹介中だったルファンタスクはドイツ戦サンタフェを発見し捕獲した。フランス降伏後の1940年9月初め、BC 政府によってルファンタスク、ローダ・シュートル・マランの第10駆逐隊は第4巡洋艦船隊と共にダカールへの移動を命じられた。そして9月23日、自由フランス軍がイギリス海軍の支援の下でダカールに上陸しようとした。 ダカール沖海戦に遭遇した。この戦いでは、両艦ローダ州が、オーストラリア海軍の重巡洋艦オーストラリアの砲撃で格座してしまったが、ルハンタスクとルマランは高速で、ダカール港を走りながら、円幕を展開して、巡洋艦を守り、さらに、イギリス海軍の空母アークロイヤルから発進した、艦載機による、数度の空襲も撃退した。 ボストン海軍交渉に到着後のルファンタスクの上院。1943年2月。1942年の統治作戦からほどなくして、アルジェリアのビシーフランス軍が自由フランス軍に加わる、ことになった。そのため、ルファンタスクとルテリブル、ルマランも自由フランス海軍に所属することとなり、ルファンタスクとルテリブルは近代化改修のため1943年2月14日に、 アメリカ合衆国のニューヨークへ到着した。アメリカ到着後、ルファンタスクは、マサチューセッツ州ボストンのボストン海軍交渉で大規模な改修を受け、既存の対空火器は全て撤去された上で 20mm、単装機銃8機と2番煙突前方に 40mm 連装機銃を2機、3番4番手砲艦に 40mm、4連装機銃を1機搭載した。 対戦兵装強化のため、格納式アズディックの装備や後部魚雷発射艦を撤去して、爆雷投射機4機が搭載された。また、アメリカ製対空警戒、広報用レーダーが搭載されたことで強度を確保するためマストが、ラティスマストに更新されている。さらに、無線の強化、艦隊に、小子電路の装着、燃料タンクの容量増加といった改良も、 行われている。ルファンタスクの改装は1943年5月13日に完了し、6月25日にカソブランカへ向け出港した。これらの改装により、約500トンの重量増加となったが、ルファンタスクとルテリブルは改装後の大やけみでも40ノットを発揮している。改装後、ルファンタスクら大型駆逐艦は、米英の基準に合わせて艦首が、 軽巡洋艦に変更された。7月に北アフリカへ戻った後、ルファンタスクはアバランチ作戦の上陸支援を行い、地上への艦砲射撃やドイツ空軍爆撃機に対する対空戦闘などを行った。9月13日から14日にかけて、ルファンタスクはコルシカ島で戦うレジスタンスを支援するために、アジャクシオへ第一強襲空挺大隊の兵員250名を、 上陸させたルファンタスクは以降もアルジェとアジャクシを往復し武器弾薬や増援部隊の輸送に従事した12月24日にはドイツの商船にコラインマースクを補足、スペインのトゥルトーザ付近に格差させる戦果を上げている13.8センチメートル手法を施行するルファンタスク1943年ルファンタスクらの艦首が 軽巡洋艦に変更されたことを反映し、1944年初めに、第10駆逐隊も第10軽巡洋艦隊に改変された。第10軽巡洋艦隊の3隻は、イギリス海軍第24駆逐艦船隊に加わって、アドリア海を紹介し、イタリアとユーゴスラビア間の海上輸送を阻止すべく活動した。 フランス海軍の大型駆逐艦に比べて、主に南部で活動していた。ルファンタスクラは、世界最速レベルの遊速を生かして、アドリア海北部にまで進出し、敵の輸送船団を捜索、撃滅すべく、夜間に30ノット程度の高速で紹介を、行っていた。3隻の機関は、高速を発揮する反面、たびたび故障も引き起こしていたため、対策として2隻を、 行動状態に置き、残る一隻は整備とする、ローテーション運用が行われた。1944年3月18日から19日に、かけての夜にルテリブルと紹介中だった、ルファンタスクは、ギリシャへ、物資輸送中だった、ドイツの輸送船団を攻撃する。この船団は、A 船タイタニックと F 型集停会124、そして護衛のジーベルフェリー SF270。 SF-273、SF-274 SF からなっていた。SF-273 と SF-274 は炎上し、沈没、海124と SF-270 は無力化され、乗員によって放棄された後に連合軍機の空襲で沈められた。わずかにタイタニックだけがキパリシアに逃げ延びた。また6月16日から17日の夜には、 ルファンタスクは、ルテリブルと共に、クバルネルワンで敵戦団を攻撃した。R ボート R4, R8, R14, R15 には逃げられたものの、小型タンカージュリアーナを撃沈している。8月15日、ルファンタスクら第10軽巡洋艦隊は、南フランスのプロバンス地方への上陸作戦に参加した。ルファンタスクは、砲撃により、 上陸部隊の戦闘を援護した。戦後のルファンタスク。1950年。終戦から間もない1945年10月27日、ルファンタスクは、フランス領インドシナの最後に入港し、その2日後には、姉妹艦ルトリオンファンとの再会を果たした。ルトリオンファンはずっと、太平洋方面で活動していたため、両者が顔を合わせたのは実に1940年。 以来のことであった。ルファンタスクとルトリオンファンは、以降1946年3月までベトミントの戦闘を支援した後に、フランス本国へ帰還している。ルファンタスクは1950年まで現役に止まったが、艦の状態不良により同年8月に、ビゼルトで、予読のカテゴリー、A に置かれた。その後ルファンタスクは1951年7月1日に1頭、一等。 護衛駆逐艦、ついで1953年に高速護衛艦に再分類され、新たな看板号 D610 が与えられたが、ルファンタスクが現役復帰することはなかったため実際にこのナンバーが記されることはなかった。ルファンタスクは1953年10月に宿泊艦としてトゥーロンに栄光された後、1955年2月17日には予備役のカテゴリー、 B に置かれた。ルファンタスクは1957年5月2日に除籍され、9 9 8と改名された。ルファンタスクの艦隊はスクラップとして売却された後に、ラセーヌシュルメールで解体された。ありがとうございます。